ただいまから宮城県仙台市防災減災アドバイザー吉田良一様より、地域防災活動とは東日本大震災あの日あの時についてご講演いただきます。吉田様は平成18年から平成23年まで宮城県仙台市にて地域防災リーダーをご経験され、東日本大震災の際には地震当日の3月11日から17日間指定避難所責任者としてさまざまな役割を担われました。地域防災リーダーの経験や体験から全国各地で精力的に講演活動をされております。それでは吉田様、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。私、宮城県仙台から参りました吉田と申します。実は先日も東日本大震災の余震がありまして、いつ来るかなという私は思っておりましたが、10年後に来たということがあります。私は先日の地震を含めて震度5以上の地震は実は5回目の経験者でございます。今私63歳でございますが、43年前の宮城県沖地震、この時も仙台にいました。でその後岩手宮城内陸地震、そして、石巻沿岸東部地震ですね、そして東日本大震災、そして先日の東日本大震災の余震ということで、5度の地震災害を経験しております。でまた地域防災リーダーは、平成18年から地域の防災リーダーとして、務めさせていただき、5年後の東日本大震災の時は、私は指定避難所の総責任者を務めさせていただきました。今日はその平成18年から私たち地域がどういう活動をし何をしてきたかを皆さんにぜひ知っていただき、そして東日本大震災指定避難所でどのようなことが起こったのか、何をしたのかを皆さんに知っていただきたいなという思いでございます。ぜひよろしくお願いいたします。私は全国各地を回ってですね、公園もしくは小学校中学校の防災教室などもさせていただいている中で、私は防災自分自身の防災理論というですね、皆さんにちょっとお尋ねをしているんです。これは正解がないんですよね。皆さんが思うことで結構だと思うんですけれども、さまざまな自然災害が起こっているわけです。例えば、地震、津波、火山噴火、そして竜巻と台風、それから豪雨、豪雪ですね、さまざまな自然災害があるわけですが、なぜ起きるかな、なぜ起こるかなというところから私の防災が始まっているんです。これを疑問に思わないと防災前に進んでいかないんです。実はさまざまな考え方があるかと思います。私の考え方はこれですね。地球は生き物である、地球が生きているからであると、私たちはその地球で生きているわけでございまして、日々の活動も地球で行っておるわけですね。ということはこの自然災害がない地球にですね、私たちは生きられない私は思ってるんですよ。ということはこの自然災害とともに私たちは生きていなければならない。じゃあどのようにしていけばいいかということをちょっとお話ししたいんですね。人間には皆さんにもですね、得意なことがあるわけです。必ず物事を考えてから行動に走るということですね。行動するということです。これがまさしく私たち人間にとってものすごく重要なところなわけですけれども、この自然災害について考えて行動するということがまさしくこの自然災害に勝つということにつながっていくのではないかなというふうに思う
思うんです。例えば今晩じゃあ食事何を作りましょうか、カレーライスにしましょう。そうなった時に肉があるかな、野菜があるかな、カレー粉があるかな、そのように考えますね。そして冷蔵庫を見に行き、なければスーパーに買い物に行くと。これは考えて行動しているわけですね。ですからこのように、災害を考えて行動するということがものすごく重要なものなんですよ。皆さんも地域の中で防災活動をしていく上でさまざまな考え方があるかと思います。しかしそれを行動しないでですね、紙にだけにして、もしくは頭の中にだけして終わってしまったら、これは前に進んでいかないんですね。ですからさまざまなこの防災に関することを考えて行動していく。でその考えの中にですね、この2つが重要なことを示しているんです。危機感を持つということです。こんな大雨が降ったらどうしよう、こんな大きな地震が来たらどうしよう、こんな大雪が降ったらどうしようというその危機感ですね。いや大丈夫だよ、何もないからっていうのではもうこれはもうダメなんですよ。ですからどれだけの危機感を持つことができるか、そして想定上の備えです。この想定上の備えってどういうことかと申しますと、例えば大きな地震によってですね、例えば東京直下型があったとすると、この埼玉市の方でどのぐらいの想定がされているか、例えば、水道が10日間止まるよとか、断水ですね、それから停電が1週間続くよとか、ガスについては、3週間から4週間止まるよという想定があると思うんです。その想定を知ってですね、それ以上を止まっても大丈夫だ、大丈夫だ、それ以上止まっても大丈夫だというような備えをするということ、これがこの想定以上の備えということなんです。これをですね、ぜひ実行していただきたいな、危機感を持って、そして、想定以上の備えをするということが重要ですよということなんですね。そして、自然災害危機感を持って想定以上の備えをするということなんですが、まさかは現実に起こるんだと、まさかまさかというのではなくて、まさかというふうに考えたらそれは現実に起こっていくんだよということをぜひ知っていただきたいというふうに思います。私たちはその平成18年に地域の防災活動の中で危機感を持つということと想定以上の備えをするということはもう常に言っておりました。それがまさしく東日本の時に今大成功を収めたわけでございますので、ぜひこれは知っていただきたいなというふうに思います。こんな災害が起きたらどうしようか、ですから災害については私は逆に臆病になっていただきたい、強がりは必要ないということでございます。例えば大雨が降って、避難準備情報が出たという時にですね、避難をしない頑固より避難をする頑固の方が偉いんだということを、皆さんも重々知っていただきたいなというふうに思うわけです。まさかが現実に起こってきますよ、想定外は言い訳の言葉と私も平成18年から言っておりました。何かも起こって想定外でしたと言ってしまえばそれで物事お話は終わりでございます。それではダメなのでね、やはりこれは想定外は言い訳の言葉になってしまうから、想定以上の備えをしようというのがいいんではないかなというふうに思うんです。また次に防災のその基本というのがありますけれども、自助、共助、公助と言われております。私はその自助、公助、共助の前に先ほどの自然災害への危機感と想定以上の備えがあって、そしてこれが2番目についてくるものだと私は思っているんです。これを最初にしたからということではなくて、最初にやはり危機感と想定以上の備えが防災の基本中の基本であって、そしてその次にこの自助、共助、公助が続いてくるということだと私個人は思っております。その中で共助というふうに言われているところがございます。これは皆さんの地区、学区の中での防災のことにつながっていくわけでございますが、地域全体で行うことがこの共助ではないかなというふうに思うんですね。じゃあ地域全体、よくあるのが地域防災というふうに皆さんは
いつも聞いておると思うんですけどもね。じゃあこの地域防災、地域というのはどういうことの意味かということを、私は防災の観点から皆さんにぜひお伝えしたいです。この地域というのは自治会や町内会、地区が行うものだけではないんですね。例えば、皆さんのところでも地域総合防災指南訓ですとか、さまざまなその地域総合というものを使う場合があるかと思います。で、私も全国を歩いておりますので、地域総合防災指南訓練などにも参加をさせていただいて、見に行きます。そうしますと、じゃあ誰が動いてるかなと思うとですね、行政の方と、それから地域自治会町内会、皆さんが訓練をしている。これで地域総合ですかって私は逆に問いかけたくなってしまうんです。なぜかというとですね、地域というのは、学校をちょっとイメージしていただきたいです。小学校区、もしくは中学校ですね。で、その中にじゃあ何があるかということでございますが、例えば保育園があって、そして幼稚園があって、小学校があって、中学校があって、中には高校があるかもしれません。そして商店街があって、そして企業さんがあって、そして福祉施設、高齢者施設がある。そのようなその学区全体が私は地域と呼んでほしいんですよ。自治会、地区、それぞれのその自治会、町内会、地区がだけでは地域ではないんだということ、防災の観点からすれば全てが一気通過するということが重要であるということを知っていただきたいなというふうに思うんですね。これが地域全体で行うという防災なんです。その次に、自助というところからちょっとお話をしたいんですね。例えば耐震ですね、住宅の耐震、それから外壁の耐震、室内の点検、備蓄などがこの事情の中でも入っております。で、東日本大震災後、例えば賃貸ですね、アパートをお持ちの経営者の方、それから一戸建てを貸しているオーナーさんですね、そういう方々については、東日本大震災後耐震検査を行わないと賃貸としては貸せませんよという形に法律が変わりました。ですから逆に言うと、賃貸の方が安全であるかもしれません。やってないところからすれば、年数によるわけですけどね、建物の年数によっていくわけですけれども、古い建物については、賃貸の場合は耐震検査をきちんと受けないと賃貸としては認められていないという法律ができました。私のうちもちゃんと耐震検査を受けておりまして、仙台市の方からシールをいただいたりしてね、でそれを玄関に貼ってありますけれども、そのような耐震検査が行われているかなというふうに思います。それからここにアンダーラインを引いてある外壁というところがございます。これは実は大阪北部地震後ですね、各行政、小学校、中学校、高校含め、公共施設のブロック塀については全て撤去するというふうな流れに変わりました。ところが町が変わると言いますと、まだまだ、危険なブロック塀が多いところでもあります。で、私は、実はその冒頭に申し上げました43年前の宮城県地震を経験しております。あの時に、私の近所のブロック塀が倒れて、亡くなられた方がかなりおったわけですね。そういう経験をしている中で、実はその大阪北部地震の時の小学校のブロック塀、これニュース皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。3年前に防災の専門家より指摘を受けておりましたという話があったと思うんです。その専門家というのは実は私のことだったんです。私が大阪のその小学校に3年前大阪北部地震の3年前に防災教室でお伺いをさせていただきました。その時に、通学路の点検もさせていただいて、校舎の中の点検もさせていただきました。その時にあのブロック塀が目に入ったんです。それで校長先生と地域の方、 PTA の方がおられましたので、
ぜひこの検査を一度受けていただきたい。そうすれば安心でしょうから、ぜひ検査をということを申し上げてきました。大阪北部地震の3年前でございます。そして今メールの方で校長先生から、耐震検査をしましたというお話があったんですね。で、私は一般市民でございますから、一般市民の目線考え方からすれば、あ、市役所の中にある教育委員会の施設課の方と土木課建設課の方と一緒に行っていただいたんだと思ったわけです。ところが教育委員会の施設課の方だけが行っていたと、土木課建設課の方は同行していなかったということが、あの大阪北部地震後に分かったんです。私はその時に、と思ったんですね。なぜ市役所の中にあるその教育委員会と土木課建設課というものが一つ屋根の下にあるにもかかわらず、なぜ一緒に行っていていただかなかったのかが私には納得できなかったんです。もしあの時に一級建築士を持っている市の職員がおられますから、その方が行けば、あのブロック塀は危険性があるよ、違法だよということがすぐに分かったはずなんです。そのようなことがなぜ起こってしまったか、これはやはり、改革を進めないと同じようなことがまた起こっていくんではないかなというふうにその時に思いました。ですから、あの時の小学校3年生の女子児童の防災教室に私行ってますから、当時、その女子児童は1年生でした。小学校、私の話を聞いているんですね。本当に私はこのことは一生死ぬまで、私は忘れることのできない、ことの一つになってしまったということでございます。ですから、あえて私はここにアンダーラインを引かせていただいたということでございます。これがそうでございますね。例えば、ここに、小学生の集団登校の風景があります。こちらは車が通ってますね。渋滞、朝通勤で渋滞している、もしくは、スピードを上げて走っている。で、子どもたちの歩道というのはこの白線からブロック塀のたった50センチ近くのところしかございません。ここで震度6強の地震が発生したならば、子どもたちはどうするかということをまず皆さん考えていただきたい。例えばこちらの方の車道の方に逃げることができないわけです。車が来るという、子どもたちは車が怖いというふうに思ってますから、絶対出ません。そして前にも後ろにも逃げられない。もうここでしゃがむしかないんです、子どもたちは。じゃあそこでしゃがんで震度6強震度7の地震が発生した場合どうなるかということですよね。このようなことが起こる可能性があるということ、これはぜひそのブロック塀の持ち主の方につきましては耐震検査をぜひしていただきたい。実は私はこれ、ここでなんでこれだけ皆さんにお話ししたいかと申しますと、私は仙台市の森和台というところに住んでおりますが、私の地域はですね、22年間住んでおりましたが、ブロック塀が一切ないんですよ。仙台市はブロック塀禁止条例というのを作っているんですね。例えば土地を買います。そこに建物を建てるときに周りにブロック塀を作っちゃいけないんです。新たに、3段までしか認められていません。じゃあどうするかというと、フェンスや生垣を作るわけですね。ちょっと仙台市の方では生垣1本につきいくらという助成金が出ますから、それを使って生垣を購入し植えて、うちの周りを生垣にする。ですから森の都仙台と言われているわけでございますが、非常にそのブロック塀が私の地域には一切ございません。そういう地域に22年間住んでおります。そしてまた宮城県地震を経験し、大阪北部地震のような地震を経験し、ですからこのようなことを私は皆さんに申し上げたいというふうに思っております。避難所のことについてちょっとお話をしたいと思います。仙台市は避難所につきましてはこの5つの方に大きく分かれております。すべてに、この5つの中身が指定されておるわけです。丸1番の一時避難場所、一時と書いて一時と私たち仙台は呼んでおりますが、ここはどういうところかと申しますと、ここはですね、自治会、地域ですね、町内会が、
自由に決めていいよという場所なんです。これは地震で、津波想定外のところを指しています。地震の場合のことを指しています。その時は大きな揺れ、震度5以上の揺れになった時、地域の方、自治会の方、自主防災会の方々はまずこの一等避難場所に行くというのがルールなんです。すぐに指定避難所には行きません。まずはここに行くというのがルールになっております。そしてこの地域指定避難所というのは仙台の方では学校避難所になります。仙台は政令都市ですから約110万人の人口がおります。大白区、青葉区、若林区、宮城野区、泉野区というふうに分かれておりますけれども、すべて避難所は小学校、中学校しか認めておりません。高校が唯一3校のみ、仙台市が運営している高校がありますが、そこも避難所にはなっておりますけれども、ほとんどが小中学校でございます。それ以外は一切避難所というのはないんですね。なぜないのか、なぜ、学校避難所でだけで済むのかということはちょっと後でお話ししたいと思います。そして公益避難場所、公益避難所というのがございますね。これはあくまでも帰宅困難の方、JR が止まってしまった、高速道路で降ろされたとかですね、それから会社勤めて別なところから来ているけれども帰れないとか、それから観光客の方ですね、そういう方々が避難する場所ですよ。ですからそういうその帰宅困難ですとか観光客の方が、指定避難所に行くということはありません。そのように分かれております。あくまでもこの指定避難所はですね、地域の方が運営して地域の方が使うというものが指定避難所でございます。そして福祉避難所につきましては、仙台はですね、小学校区で仙台が呼んでるんですが、小学校区の中に最低3箇所ございます。仙台は全国でも福祉避難所のトップです、件数的に。そのように位置づけをされているわけでございます。続きまして、この一時避難場所ということをちょっとご説明したい。地域の方々の安否確認の場所であると。そして、自主防災組織の一番最初に活動をする場所であると。ですから、指定避難所に行ってから活動するのでは遅いんですね。その前に行うというのがこの一時避難場所の役割なんです。その間に、指定避難所の点検作業というものが行われていきます。同時進行で行われていくように仙台はなっております。一時避難場所、自由に決めていいというところでございますが、安全な場所ということになります。さまざまな場所を設定しております。各々によって違いがあります。私どもの自治会は公園でございます。そして学校避難所というのはどういうことかというと、じゃあ避難所の鍵開けということが必要になりますね。夜であれば、また日曜日であれば、学校長、教頭先生がいない時の鍵開け問題があるわけです。じゃあ誰が鍵を開けるかということになりますね。これ仙台市はですね、実は市の職員が開けてくれるんです。区役所の職員、市の職員が鍵を持って自宅に置いてあるんです。ですから学区内に住んでますので、学区内に住んでいる方が持ってるということは、夜中に大きな地震が発生しても20分以内で学校の鍵を開けてくれるということになっております。ですから先日の地震11時過ぎでございました。あの時も仙台市内の小中学校は全て、市の職員が鍵を開けていただきました。これ風水害の時もそうでございます。予報が出る、警報が出た時点でですね、もう行く体制は夜中でも取っておりますから、すぐに避難所開設という流れになれば、すぐに鍵を持っていくと。で、実は全国私も歩いてるんですが、こうしてるとですね、よく聞きますと、その自治会町内会の役員さんが持ってるよとか鍵をですね、それから自主防の方が持ってるよという場合があるんですね。で、実はですね、これ私はちょっと大変なことが起こってしまう可能性があるのではないかなということで懸念をしているわけなんです。どういうことかと申しますと、地震災害
状解説ってなってだったときですね、一般の市民ですね、自治会調査というのはね、それから、自治法の方も一般市民、その方々が鍵を開けて、はいどうぞ避難所開設ですよって入った後、余震があったと。本震で落ちそうになっていたものが次の余震で落ちてきた。そしてその下の怪我人が出て死者が出た場合、誰の責任になるかということです。これはやはりちょっと考えてあげないと、鍵を開けた人だということになって、はいどうぞと言った人になって、避難所の責任者がこれは責任を問われるというような形になってしまえば、このことだと私は思うんですね。しかし市の職員であれば、市が責任を負うという形になると私は思うので、私は一般の方々に責任を負わせるというのはいかがなのかなというふうには個人的には思っております。ですから、そのような体制が私は取れればいいから、で順番なんですけども、鍵を開けて点検作業をいたします。仙台市の方では A4 版の用紙に、写真ですね、どういう点検をしたらいいかという写真が、例題が載っております。あと表の方にはチェック項目があって、一つずつチェックをして、市の職員もしくは学校長、チェックをして解説ができますよという了解を得ないと解説することはできません。ですからこれと先ほどの一時避難場所は同時進行で進められていくということでございます。学校、自治会、自主防災会なんですね、事前に話し合いをしておくということです。避難所について、じゃあどういうふうな、話し合いをするかということですが、ちょっと見づらいかと思うんですが、これは26項目の叩き台があるんですね。ずっとこの26項目の叩き台をもとに、このように学校図面にすべて落とし込むんです。遺体安置場所までありますよ、学校に。喫煙場所、ペットを置く場所、洗濯機を置く場所、物干しを干す場所、高齢者に入る場所、障害者が入っていただく教室、すべてこの図面上に前もって落とし込んであるんです。これ毎年やるんです、毎年です。そしてこれをもとに訓練をしたり、そして、実際に災害が発生すれば、この図面に基づいて設営をして運営をしているという流れになっているんです。これは東日本大震災前から実はあるんです ね。このようなこともぜひ知っていただきたい。ですから教室も使えるよということになって、事前に相談をすることによって、そうすると体育館だけではないので、分散させなくてもいいんです、地域ですね。ということは、今回の新型コロナウイルスでも感染症対策という中で、教室も使える、幅広くその学校全体を使うことによってですね、分散させなくてもいい。例えばこれがですね、大規模災害の時に分散させたということにしますと、デメリットが起こるんです。どういうことか、地区は分断されますね、自治会、町内会。そうするとですね、じゃあそれの安否確認、避難者数の集計は誰がやるんですかということになります。それだけ多くなれば、当然市の職員、各所の職員が走り回らなければならない。そして集計をするのに時間がかかる。これでは救出ですとか救援することも不可能になってきます。遅れが出てきますね。ですから一箇所で分散させないことによって、何世帯、地区はどこの地区は何世帯、何人が避難してきているかということが速やかに把握できるわけですね。こういう体制が必要ではないかなというふうに私は思うんです。このような形になりますね、はい。そして指定避難所の優先注意があるんだよということも、これはぜひ知っていただきたい。地域の、住民の皆さんが共有するということが大事だよ。この指定避難所というのは、もううちで生活ができないよという人が優先なわけですね。ですから例えばライフラインが止まったからとかですね、物資がもうないのでと、物資は用意してなかったのでと、それから怖いのでということではどうにもならないわけです。
実際に家を失った方々、家に入れない、生活ができない方が優先であるということですから、後からそういう方々が本当に必要な方々が入れなくなってしまったということでは、これはどうしようもないわけですね。ですから、このようなことをぜひ知っていただきたいなというふうに思うんですね。ですから避難準備情報が出たときというのは、この3番に挙げている方々が避難準備情報で、避難をするというふうな形になっているかと思います。で、実はですね、この3番につきましては、東日本大震災前はですね、ここにある高齢者と障害者だけだったんですよ、前は。で、私はこれ知ってました。実は平成18年の自主防のリーダーになった時、全部あるということは知ってました。で、市の方に掛け合ったんです。なんで全部これは国の方から言われていることなのに、障害者と高齢者だけになってるんだということを平成18年に申し上げました。ただやっぱりこれはですね、行政側の担当課が全部違うんです。どういうことかというと、ここについてはですね、母子手帳を発行する課なんですよ、ここは。で、ここについては教育委員会ですね。ここについては、母子手帳を発行する課で、ここについては幼稚園保育園を担当している課、そして教育委員会があって、で、ここについては社会福祉の方ですね。ということは、福祉の方は自治会地域に対してもう一気通貫しているわけです。ですからものすごくやりやすいわけですよね。ところがこちらは全部課が違ってましたので、それぞれが一緒にやるっていうのはなかなか難しいということがあってですね、最初はこれだったんです。で、私たちはもう平成18年の時これやってましたから、ね、全部うちの地域ではもう国の方のやり方で私は沿ってやってました。ですから東日本大震災後興奮だったわけですね。やっと興奮になってくれたんです。私は前からやってました。で、あと避難所のことについてですね、私たち東日本大震災の時、これだけの役割を担うことになりました。さまざま、これが大きく分けてこれだけなんで、まだ細かなところがあるんですけれどね、この中、この下に今度は例えば救援物資を受け入れるものですとか、ボランティアを受け入れるものですね、これはこの総務の方でやってもらうことになるんですけれども、まだこれだけの他にまだあるわけです。でですね、このアンダーラインを引いてあるところ、これはね、24時間やらなきゃいけないんです。実は避難所として、これだけの役割を、そして24時間やらなきゃいけないことが出てくるんです。じゃあ誰がこれを役割を持ってですね、やれる人がいるかということです。これが組織づくりなんですよ。実は重要なのが自治会の中の組織づくり、これがものすごく重要な役割を示すんですね。で、これ後からちょっと出てきます。で、その前に、シティ避難所の避難スペースのことについてちょっとお話ししたいです。話がずれるんですけれども、現在ちょっと新型コロナウイルスでですね、避難所の方は大変なことをしなければならない、時代になっているわけですけど、実はこの今皆さんに見ていただいている写真はですね、新型コロナウイルス前の、シティ避難所のアバウトなものなんですけれども、体育館全面と考えていただいて、舞台があってですね、出入り口があって、で、新型コロナウイルス前はこうやって大きなブルーシートをボンボンボンと置いて、そしてそこが避難スペースとスペースですよっていう形をとってたと思います。私はこれは最初見た時にはもうこんな避難所はないというふうに思いました。これではもう絶対ダメだと、デメリットの方が大きすぎる。なぜかというと、この黄色いのですね、これ人だと思ってください。訓練ですと皆さん座ります。それで終わりですよね、体験して。私はこれを見た時に、全て皆さんじゃあ寝てみてくださいって申し上げる。必ず夜が来ますから寝るわけですね。じゃあ真ん中にいる人だけ立って、4方向どちらでもいいので、トイレもしくは外に行くために出てみてくださいって申し上げる。そうすると通路の周りの方々をまたぐ、飛び越えるということが発生するわけです。
もうこれではどうしようもありません。そして誰でもが自由に出入りが可能になってくれば、防犯にも優れてないということが出てきます。お気に入りですとか盗撮ですとか様々な問題でいかないとか、こんな、避難所のレイアウトではもうどうしようもないわけです。私たちが平成18年にこれをもって考え出したのが、この半島型避難スペースでございます。どういうものかと申しますと、こちら体育館舞台があって出入り口があるわけですね。壁側には学校にの体育館には必ずあるものを使います。これは体育用のマットを両側に縦に一列に並べさせます。そしてこの赤いのは何かというと、これは学校の体育館にこれもございます。跳び箱の一番上だけです。跳び箱の一番上だけ。跳び箱の一番上というのはですね、皆さんがお座りになっている、パイプ椅子がありますね、学校なんか。それよりも、ね、低いんですよ。そうするとね、ここはね、ベンチシートになるんです。ベンチシート、高齢者が避難をしていただき、高齢者が避難をした時に皆さんでお話し合いをしたり、談話ルームにしていただく、休憩場所にしていただくというものですね。そしてこの一辺のブルーシートの一辺の長さ、当時はですね、新型コロナウイルス前は3m60cmの幅です。 3m60 を半分に切りますと、これはですね、1m80 になりますね。 1m80、1m80 で 3m60 です。そうするとこれをですね、1m ずつ切っていくわけです、こういうふうに。そうすると誰の断りもなく、飛び越える必要もなく、自由自在にこの通路に出ていかれるというものでございますね。そしてもう平成18年の時にはちゃんと私たちは2メートルという幅を取ってました。でこの2メートル、当時はその感染症対策を私たち実はやってたんですよ。平成18年、避難所の。でどういう感染症対策かと申しますと、インフルエンザ、それから O15 などのウイルス対策、これの感染症対策を平成18年から私たちは地域で行ってたんです。そのためにここ2メートル明かしてるんですね。で、もう一つ2メートル明かす理由があったんです。例えば奥の方で患者さんが発生したと、倒れてしまった方がいたと、救急車が来ますね。と救急車はストレッチを持ってきます。このストレッチを中に入れて通路として使うことができるのがこの2メートルなんですよ。このようなものをその平成18年に作って、新型コロナウイルスまで、こういうふうなもので進めてきました。でその後新型コロナウイルスが今度発生したわけですね。で今度これを改良しなければいけないことになります。新型コロナウイルス避難所用として、じゃあどういうふうに改良するかということになります。これはちょっと大きくなっているものですが、同じですね、ブルーシート、これ私たちはこの時から半島型と呼んでました。半島型で、こちらも半島型ですね。で、体育用のマットは取り払います。必要ございません。ここはダーバルームは使いません。そして一方通行の動線が作られますので、避難者同士が絶対に対面通行することはできません。でよくあるのは、高齢化が進んでくると避難世帯で1人暮らし、2人暮らし、3人、4人、5人と人数が異なりますよね、それぞれと。皆さんが1人の面積が平等にならなければならないんです。1人だけで3人用、4人用のスペースを使うというのはもったいない。そして不公平さが出てきてしまいます。ですから1人の避難スペースは全て皆さんは平等に使えるという。じゃあどういうふうにしていくかということですね。これがちょっと大きく分ける。例えば高齢者、一人暮らしの人が来ましたということになれば、ここに一人暮らしの方入っていただきます。幅は1メーター80で1メーターです。そして次の世帯、二人暮らしであったということになれば、ここに二人暮らしの方が入っていただきます。世帯と世帯の間は2メートル明かします。で、ここブルーシート引いてあるんですけれども、ここは通路にはいたしません。じゃあ何に使うかというと、お互いの荷物置き場にしていただくということです。訓練では荷物は持ってきてません。当然大規模災害が発生すれば自宅からさまざまな荷物を持ってくるはずです。その置き場所も考えてあげなきゃいけないということになりますから、
世帯と世帯の間に2メートル空かしたところに荷物を置いていただいて共有していただくということになりますから、通路にはしませんので、一方通行の動線がきちっと守られる、避難スペースの周りをぐるぐる歩き回るということが一切できなくなると、プライバシーも防げるということになるでしょう。そして、そのようなことを奥の方からずっとこちらの方に、入っていただくことができますね。洋館のように切っていただければいいわけです。世帯によって人数によって切り分けていることが自由自在にできると。で、私たちはこれ20分で、設営時間です。体育館、中学校の体育館ですと20分で、大人2人で完成させています。小学生、中学生で約同じ8人で20分ぐらい、大人2人ですと20分ぐらいでこれ作っちゃいます。で、ブルーシートはね、ロールを使うんですよ。1メーター80センチ幅で100メートル巻いてあるやつがあるんです。これ薄手のやつなもんですから、ものすごく安い、1本5000円しません。そうしますと体育館全面に作っても5000円で間に合うんです、ブルーシート代だけで。これを私たちは使います。じゃあより、もっと3密を防ぎたいと怖いという場合にはパーテーションを使うんですが、段ボールのパーテーションは私たちは使いません。じゃあどういうものを使うかというと、断熱材でございます。スタイロフォームというもの、これホームセンターに行くと売ってるんですね。で、このスタイロフォームもご存知の方、ね、建設業に携わっている方はご存知だと思うんですが、2種類あるんですね。水色のと白いやつがあるんです。で、白い方が私は使い勝手は逆にいいかなと。値段も安いのでね。そして、厚さも様々あるんですけど、このスタイロフォームにつきましては畳1枚の大きさでございます。軽くてですね、丈夫です。暖房よりも丈夫なんですね。で、小学校1年生でも簡単に1枚持てます。重さ的に。で、これをどうやって立てかけるかということです。横にしたり縦にしても使うことができるんですが、私たちはブックスタンド、100円ショップに売っているブックスタンドで挟んでいく。下は養生テープで留めて挟んでいく。で、ここの上の、このつなぎ目ですね、ここはこれもホームセンターに売ってるんですが、水道管に発泡スチロールを巻くやつがあるんですね。切れてるやつですね、縦に。それを20センチぐらいの幅に切って、それでこう挟み込むんですね。あと農家の方々ですと、ビニールハウスを作った時に骨組み作りますね。で、そこにブルーシートビニールをかけるわけですよ。で、その骨組みとシートを止めるパッカーっていうのがあるんです。これもいろいろ幅がありましてね、挟める幅があるんで、そのパッカーを使ってもいいと思います。まあ、安上がりなのはその水道管にね、つける発泡スチロールのやつですね、凍結防止のやつですね。そういうものを使ってもいいかなというふうに思います。そして、ここに実はですね、皆さんもご存知だと思うんですが、段ボールベッドがあるんです。ダンボールベッド、これダンボールベッドですかって皆さん思うと思うんです。ダンボールベッドはブルーシートで包むことをお勧めします。なぜでしょうか。私たちは平成18年から感染症対策をやってました。その中でノロウイルス O157 という感染症は非常に怖いものだというふうに思っておりました当時。ですから、例えばダンボールにですね、嘔吐物が付着した。で、この嘔吐をされた方については、私どもは平成18年に、ノロウイルスというふうに逆に診断が出なくても思うようにしたんです。あ、これはノロウイルス。なぜかというと、気持ちが悪くて嘔吐したのか、ノロウイルスで嘔吐したのかは分かりません。検査をしない限り。しかし、それがもしノロウイルスだったら大変なことになる。ブルーシートの上に例えば落としたとしましょう。塩素系の洗剤を撒いて20分ほど放置し、そして後で綺麗に手袋をして拭き取れば、そこは使うことが可能になります。しかしブルーシートに段ボールに付着した場合、そういう始末を知らない方々については汚いものだと思って、段ボールを畳んでですね、袋に入れて捨ててしまおうかという行動をとってしまう。その時にそのノロウイルスの菌が舞い上がります。新型コロナウイルスより
感染力は速いです、スピードは。これはもう大変です。もし1人でも2人でも発生したら、その避難所は閉めるしかありません。はい、ですから、よく高齢者施設なんかになった場合は、大変なことになるんですね。で、ブルーシートで包むことをお勧めします。で、もう一つあるんです。なぜブルーシートで私は包むことをお勧めしたいのか。これも、実は感染症対策にも関係してくるんですが、例えば保育園の、給食室、それから幼稚園の給食室、小学校、中学校の給食室ですね、それから病院の患者さんの食事を作る調理場、それから高齢者施設のに入っている入所されている方々の給食を作る調理場ですね、ここには衛生法という法律がありまして、段ボールは一切持ち込み禁止になっている。それだけその菌が付着しやすいという、外から持ち込むということがあるわけですね。ですから、それも感染症の対策の一つだよ。アルコール消毒できなくなってしまうということもあるわけですね。塩素系の洗剤で消毒することもできなくなってしまうということもあるので、私たちはこういったようなものを使うということ。でここに実はこれ野菜コンテナ、ホームセンターに行くとコンテナなんだ、カゴなんです、カゴ。これ農家さんがよく使ってまして、畑などで、野菜などを収穫するときに、畑に持ってってですね、そのカゴに入れて、それを軽トラックに積んで持ち帰ってきて制御するというカゴなんですけれどもね、1個360円ぐらいで売ってるんですけど、ホームセンターに。コンテナのカゴなんです。これね、実は6つ置いてあるんですよ。でその上に、サブロック板のベニヤ、1メーター80の90センチ幅のベニヤを3枚に切りましてね、互い違いにガムテープでくっつけまして折りたたみになるわけです。これ実はベッドなんですね。ベッドっていうのは、先ほども申し上げました、避難者というのは荷物を持ってきます。段ボールベッドはですね、下が収納できないんです。これはベッドに収納することができる。6つの箱にそれぞれ持ってきたものを分けて収納することができるというベッドなんです。これもですね、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。そして、公園避難場所、先ほど申し上げました大きな公園、スポーツセンターなど大型施設ですね。こういうところが公園避難所になっているわけですね。福祉避難所は学区に最低2カ所、今現在増えてますので3カ所ございます。私たち、茂庭台5丁目の防災ということなんですが、世帯数で、町内会269世帯の、小さな町内会ですね。だいたい町内会の加入率は 90% ぐらいです。かなり多いです、加入率は。加入率がやっぱり少ないとなかなか防災ってやりにくいかなというふうに皆さん思ってらっしゃるかと思うんですけど、いや、そんなことはないんですよ。少なくても可能なんです。それは後から私の方でお教えします。269世帯、平成18年から防災部長に任を受けまして、活動をしてきました。5カ年計画を立てたんです。私たち269世帯で5カ年計画、学区での5カ年計画や市の5カ年計画じゃないんです。自分たちの小さな自治会の中の5カ年計画を立てて、これだけのことを全て5年間でやり尽くすという目標を立てたんです。平成18年全てやり尽くしました。マップも作りました。マニュアル、自主防の取り組みもやる、勉強会、訓練、さまざまなことをやってきて、東日本大震災がちょうど5年目に偶然に発生した。防災マップを作りました。 A3 版でラミネート加工でございます。これ実はこの A3 版のラミネート加工とカラーに、重要なものがあるんです。わざとこのようにしたんです。じゃあどういうことかと申しますとね、これがそうなんですけれども、 A3 版で見やすいようにですね、字も大きく入れられるということがあります。で、皆さんのご自宅や皆さんの手元にある資料というのは大体が A4 版でできておりますね。そうすると他のものと紛れてなくさないということ、どこにしまったかわからないということがないわけですね。
そしてラミネート加工することによりまして厚手になりますから折り曲げるということもできません。そしてまたラミネート加工にすることによって油性ペンで印をつけることも可能でございますね。ですから私たちはこの防災マップについては配ってそれだけで終わりの啓発活動用のマップではないんです。防災訓練と実際に災害が発生した時に使えるような工夫をしているわけです。実践的に使える防災マップということにもなります。この黄色いところは私たちが歩きまして昔から住んでいる方々にここは昔どういうところでしたか、田んぼでしたか、畑でしたか、盛り土ですか、切り土ですか、さまざまなことを聞き歩きましてね、地震が発生したとき、豪雨になったときに危険性があるなというふうなところを黄色で塗りました。当然東日本大震災のときこちらの道路が崩れましてね、まさしくこの危険がしばらかったと。でここに実は中学校の指定避難所大きく赤で、塗ってあるんですけれど、でここに小さい赤いのがあります。これが一時避難場所ですね。で私たち茂木渡り5丁目というのはここにバス通りメインストリートがあるんですが、こちら西側が5丁目長広いんですよ。5丁目というのがで実はここにですね小学校があるんです。でここもですね実は指定避難所になっている。しかし赤く塗ってないんです。なぜかと申しますと、この5丁目ですね、この5丁目の私たち地域住民は中学校に避難をするということが決まっているんです。近いところではないんですね、地震の場合ですと。で、もちろんこの小学校には別な町内区が避難するという決まっている。だから分散ならないんですね。そのように仕組みができているわけです。で、マニュアルを作りました。防災マニュアル、地域のどういうふうな動きをするかとか、例えば家庭の方でどういうふうな備えをするかとか、さまざまなことを載せるわけですけれども、これもですね200ページとか100ページになってたら誰も読みません最後まで。で私たちが作ったのはたったの8ページです。本当に重要な部分だけ知っておいていただければいいことだけしか載せてません。過去に、どういう災害が発生したのかをまず載せます。その次その災害について載せて、地震が発生したらどうすればいいかということを載せます。そして避難の仕方について地域で決めたルールを作ってそれを載せてます。そして自主防災組織がどういう活動をするのかということだけ載せてます。簡単に載せてるだけです。今後のマニュアルについてのことを載せてますから、これで、終わりではございません。改善していくということのためにしてるわけです。8ページ裏表で、ですね、全部で、16ページですかいう形になっているわけです。で、組織づくりということもしました。平成18年これだけの役割を269世帯でやってもらう方々を選出したんです。で選出するときにどうしようかと思いました。例えば消火班をですね3年間やってくれと頼んだ場合、もう高齢なのでできませんよと、誰か代わりにやってくれる人いませんかという形になったときに、やり手がいなくなったら終わりなんですよね。でそれを防ぐために工夫をしたんです。自治会は会長、副会長、総務長、会計、要員と、そして顧問がいたりしますね、よくね。でその中に一つの自治会269世帯私たちの地域は23班に分かれている班ごとに、と一つの班が大体10世帯から18世帯ぐらい持っているんですね。と班長さんが必ずいるんです。で班長さんというのは持ち回りなので、今年1年間だけ班長さんすれば次の年班長さんじゃなくなる、次の方になるわけですね。じゃあ今年班長さんだった人は来年度この役割どれでもいいからなってくださいということをお願いした。今年班長さんだった人、次の年は任務がありません。そのためにこれになってください。1年間だけでいいです。で、ね、1年間に2回だけ出てくれればいいです。勉強会の時と訓練の時だけ出てください。で、もし災害が発生すればその時は出てくださいよ、この役割で。いうふうにお願いした。じゃあ1つの班が10世帯、15世帯だったとします。
ましょう。毎年誰か彼かはこういうことを経験するような不安になっているわけですね。ということは、なり手がいなくなるということもありません。誰か彼かは経験してますから、災害がいつ発生しても何か何かの役割として訓練して勉強会にも参加してますから、やり方が分かるんですね。そういうシステムを私たちは考えたんです。で、23人の役割を担うことができていたということになります。そして、新年度が4月から始まりますから、5月6月に勉強会を実施するわけですね。で、会長、副会長、総務部長、会計という4役がおります。その方々が災害時にどういう行動をし何をするかを勉強会で打ち合わせをする。班長は班長で災害時にどういう役割をして何をしなければならないかということがありますので、それの勉強会を必ずやる。そして自主防災組織についても次年度班長さんだった方々ですから、その方々がこの組織になったわけなので、どういうことをやるかということの勉強会をする。おのおのでやるわけですね。全部それ違いますから、やり方。そして子ども会や親父の会を通じて地域の子どもたちへの勉強会もする。地域は地震になった時こういう動きをこういう人たちがするんですよということを教えるわけです。さまざまなその地域の中での防災の取り組みを子どもたちにも知ってもらいたいということです。学校では教えません。それを私たち地域が教えてあげるというのが防災組織の基本でございます。これも毎年やるということをしておりました。これを実はやったおかげで 3.11 の時にすごいことが起こったんです。これ後から出てきます。毎年の防災訓練あります。で、私たちは地域で2回やってました。というのは学区で全体でやる訓練ですね。これは皆さんもやってるかと。しかしその学区の中にある小さな町内会269世帯でもやるんです。独自でそれやんないとダメなんです。実は学区の他にですよ、小さい単位の訓練はやるべきなんです。私たちはそれをやってきました。で、マニュアルは作らないんです。訓練のためのマニュアルは実際のマニュアルを使うんです。そして回覧板は使用しないんです。なぜかといったら、先ほど申し上げました、会員になってない方もいらっしゃる。アパートがマンションがあれば当然回覧板はありません。ですから回覧板は使用しない。回覧板回してもですね、犯行だけついてみないで隣っていう人たち多いんですよ。ですからダメなんですね。じゃあ回覧を使用しないのにどうしたらいいかと思います。班長さんが自分の班の一軒一軒回って手渡しで渡す。アパートにつきましてはオフィスティングス、マンションにつきましては管理組合長さんがいますので、その方にそのペーパーを渡してですね、全世帯に配布してほしいという要請をいたします。そして小中学生高校生にも参加を求めるわけですが、じゃあどのように参加を求めるか。 A4 版のその用紙があるわけですね。何月何日どういう流れで訓練をしますのでご参加お願いしますとか。一番下に切り取り線っていうの、その切り取り線の下に参加の有無が書かれてる。参加するかしないか。そして小中高成人と書くところが、人数書くところがあるんです。じゃあお父さん出ますよ、お母さん仕事でちょっと出れません、じゃあ中学生2人出ます、小学生出ます。そうするとそれを班長さんが持ってって後で回収しますっていうことを伝えてきますので、事前にですね、誰が小学生が何人、中学生が何人、高校生が何人、成人が何人、出るかというのは前もって分かるわけです。その分かって、その分かった人たちに対して役割をつけるんです。避難所の役割、事前にそれができるということになります。で、平日の日中ルールを作ったんですね、私たちは。で、皆さんのところもそうだと思うんですが、日曜日に訓練する、土曜日に訓練するというところがあるかと思います。なぜ土曜日曜に訓練するんでしょうか。皆さん参加がしやすい、会社が休みだからというふうな考え方だと思うんです。それ間違いなんです。ですか、私たちルールを作ったのは、働いている方、パートアルバイトをされているご婦人方
方々はいくら防災自主防災の組織の役員さんでも自治会町内会の役員さんでも避難所の運営には一切手を出さないという訓練です。避難者になってもらいます。働いている方、パートアルバイトをされている方々すべて避難者になってもらいます。これ皆さんのところでやってますか。多分行政側から、避難訓練してくださいね、避難所運営訓練してくださいねって言われてますね。そうすると失敗しないように多くの人たちに参加をしてもらえるように考えてやると思うんです。逆なんですね。どうしてもそのうまくやろう、早くやろう、きちっとやろう、多くの人たちを集めようという思いでやってしまうと、それが逆な立場になるんです。 3.11、 3月11日はですね、金曜日でしたね。午後の2時46分でした。地域には誰がいましたか。働いている方、パートアルバイトをされている方々は誰もいなかったんですよ。いたのは高齢者とお勤めをされていない方、小学生、中学生しかいませんでした。高校生は別な地域に学校に行ってましたからいないわけですね。その中ですぐに避難所を立ち上げなければいけないといったことになった時に、じゃあ誰が運営して誰が立ち上げるんですか。これは本当に考えていただきたいことです。平日の日中にもし災害が発生したら誰がやれるかということです。ですから高齢化が進んでくると、働いている方、パートアルバイトをされている方々が一生懸命になって避難所役割の訓練になっている。その方々ってじゃあ平日日中いません。そうなった時にじゃあ誰ができますかと。そのような訓練をぜひしていただきたいと書いてもいいです。それでうまくいったならば大丈夫です。ところがですね、3月12日が土曜日でした。3月13日が日曜日になっていくわけですね。これは被災地の私たちしか知らないことが起こったんです。どういうことが起こったか。3月12日の早朝から地域と避難所からいなくなった方々が続出しました。じゃあ誰がいなくなったか。働いている方、パートアルバイトをされている方々がいなくなったんです。皆さんお勤め先からメールが来るんです。会社の後片付け、復旧作業に出てきてくる。事務所の中は地震で大変なことになって、ロッカーは倒れ、書棚は倒れ、パソコンは落ち、そして倉庫、事務所の中も地震ですから物でぐちゃぐちゃになっているわけですね。社長一人、部長一人、店長一人ではどうにも片付けられない。スーパーの陳列棚は全部倒れている。そして停電をしている。生物は全て腐り始まる。ですからパートアルバイトをされている方々も皆さんに知っちゃうんですよ。呼ばれて、自分は防災士ですよ、自主防の人間ですよ、自治会町内会の役員だから避難所運営しなきゃいけないから会社に行けないって言えないんですよ。もし自主防の人間にお勤めをされている方でしたら、役員だったら前もって会社に伝えておいてください。災害時には私は会社には出勤できません、ご勘弁ください。そういう方々っていました。多分言えないと思います。ということは皆さん後ろ髪引かれる思いで会社に行くわけですよ。でも地域と避難所に誰が残ったかということです。 3.11 の後、高齢者と小学生、中学生、高校生とお勤めされてない方しか残んないんです。それを冒頭で申し上げた、あれだけの役割を24時間担わなければならなかったんです。これが現実なんです。実はですから東日本大震災後にあちこちで災害が発生しました。避難所が開設されて全てスムーズに訓練通り行ったというところは一箇所もないわけです。全て後手に回っていると。これはそういう訓練をしてなかったからなんです。私たちが平成18年からそういう訓練をしてきました。なぜかって言ったら、平成18年前にもうすでに3回の地震経験してるからです。4回目はどうなるかということが私たちは分かってたからです。だから先ほど冒頭で申し上げた、考えて行動するというのはそこにあるんですよ。ぜひこのことの事実を知っていただきたいというふうに思うわけです。訓練の流れ、各家庭から始めます。私たちは学校に集合して始まるんではないんです。
地震は避難してきてから始まるんじゃないんです。家庭から始まるんです。ですから家庭からの流れを全て通さないとどういうことが起こり得るかが分かりません。ぜひこういう訓練をしていただきたいというふうに思うんですね。上の写真が夜の防災訓練です。私たちは平成18年に夜やりました。269世帯で夜やった。269世帯で何人集まったの？196人です。269世帯196名。先ほどのお知らせの仕方ですね。ポスティングはアパートはポスティング、マンションは自治会、マンション管理組合長さんにお願いをし、そして、回覧は使わない、班長さんが一件一件手渡しするという流れでやるわけですね。でこちらは269世帯で、災害対策本部を作るんですよ。学区じゃないですよ。学区の中に、3町内会、4町内会あるわけですから、たった1町内会で災害対策、単位でやるってのはそこにあるんですよ。単位で集計するんですから、最初は。これが夜公園に時南橋に集まって訓練をした。夜ですね。電気がこうこうとついてます。発電機と投光機は私たち自前のものを持ってました。市からはいただいたことは一切ございません。市のものは使いません。これが共助でやる部分です。防災訓練、さまざまなことをやってきました。先ほども申し上げました、段ボールは注意が必要ですよということ、5番の目には作らないと、間仕切りは5日目以降に邪魔になるということなんですね。先ほどちょっと私申し上げの忘れたことがございました。申し訳ありません。新型コロナウイルスの場合ですね、平等に1人の面積が避難所で使えるかということです。例えばテントを張りました。体育館の中に3人用、4人用のテントです。で、これからすれば一人暮らしの方もいます。一人で避難してきて、3人用、4人用のテントを使い、もしくは待ち切りを使ったということになれば、当然体育館の収容人数というのは、その時になってみないと分からなくなっちゃう。入れる。何人入れるか。これではもうどうしようもないわけですね。ですから、ぜひこういうことも知っておいていただきたい。訓練ではプロパンガスを使用した訓練は一切私たちは平成18年から使用したことはございません。すべて薪でやっておりました。そして、防災用品、自助と公助でできないことは共助でやりましょうですからね。共助として何が必要なのか、共助として何を使うことが必要なのかということを考えて、購入したものでございます。自治会っていうのはですね、赤字の自治会町内会ってないんです。全国探しても全て黒字です。埋蔵金です。繰り越し金があるんです。必ず自治会には繰り越し金があるんです。貯金すればいいっていう話じゃないんです。使うものには使いましょうという考え方ですね。必要なものは行政に頼まなくても自分の地域で使うものは地域で買いましょうよということです。これが毎年の3月に行う総会資料の一部でございます。必ず会計、年度のですね、会計監査がありまして、そして公表しなければならないということがあります。それを見ていただくと皆さんの地域にも繰越金がいくらあるかということが皆さんご存知なはずです。例えばこうやって繰越金の中から防災費というのを計上し、総会で挙手をいただき、そして、年度、新年度で決めていくという流れですね。このようなことが必要だよということです。じゃあどういうものを私たち平成18年から自分たちで用意してきたかということです。行政が用意できないようなものでも、もしくは使い勝手が悪ければそれを私たちで考えて買いましょう。これはトランシーバーではございません。無線機でございます。約4万トンですかね。県の許可の必要なものでございます。免許ではございません。許可申請が必要なものになります。確かにね、デジタルで防水ですから、値段も高価です。1台8万円ぐらいするんですよ、セットでね。で最初2台買いました。全部買うわけにはやはりいくら
繰り越しになっても無理ですのでね、最初2台から次の年1台、その次の毎年1台ずつ増やしていく。で、平成18年に2台買いましたけど、東日本大震災の時は5台全部揃ってました。で、なぜ5台にしたかというと、私が1台持って、あと消火班、救護班、救出班、避難誘導班だけが持つ。大規模災害になれば当然携帯電話、固定電話がつながりません。組織を作った上がそれをどうやって動かすかということになります。早急に行動を進めていくにはやはりこういう無線機が必要ですから、これを買っておきました。で、地震のため防災のためだけに使うものではございません。地域内で全て皆さんが共有できるということになります。ですから例えば、小学校中学校などの見守り隊の方に貸してあげたり、例えばイベントですね、地域で行うイベントで運動会など、それからお祭りなどさまざまな警備をする地域であると思います。その時にも貸し出しをする。誰でもが自由に地域の中であれば使えるよというふうにしておけばいいわけです。そうするといざ災害が発生した時誰でもが使うことができるというものですね。そしてお金のかけるところにはかけて、これは炊き出し用品なんですよ。ガソリンスタンドに行くとタダでもらえるんです。ペール缶というものです。オイルが入っているやつですね。これマイナスドライバーで女性でも蓋が簡単に開かりますから、中も新聞紙で拭いていただいて、残ったものは添加剤として取っておくわけですね。そしてここのペール缶の中に薪を全部詰めて10何缶私たちは備蓄してたんです。で、毎年訓練して使いますから、またそれは別なものに変えてということになります。それから発電機も2台ありました。それから投光機も4台全部で、ありました。これを防災費から計上して、繰り越し金からお金をいただいて買ったものです。で、その他にこれだけのものを地域の中で用意してきました。行政からいただいているものは一切ここにはございません。全ては私たちが購入していたものでございます。この中にも、私たちがこのアンダーラインを引いたところ、これがあってものすごく助かったんです。在宅介護用トイレと言いましてね、これ例えば大きなドラッグストアですとかホームセンターに行くと売ってるんです。一度見てきてください。洋式でバケツが入ってるんですね。で、全て強化プラスチックでできておりますから頑丈です。全て丸消毒丸洗いが可能でございます。1回入りにビニールの黒いビニール袋を入れて捨てるという作業をするということになりますが、これが私たち2台持っておりました。あの東日本大震災の時これがあって非常に役に立ったんです。で、よく段ボール トイレっていうのがあるんですね。ダンボールトイレは各家庭で使ってください。絶対にその避難所には持ち込まないということをお願いしたい。これは先ほど申し上げた感染症対策です。全てが丸洗い、丸消毒のできるもの、そして安いもの。大体これで私たち値段的にね、4000円弱、5000円ぐらいまでで買えました。ホームセンターに行きました。高価なものはいりません。これで十分なんです。こういうものを買って用意しました。ちょっとここはですね、先ほども申し上げましたから、いいかなと思うんですがね、ただこの中で私重要なのはね、高齢者といったときに誰でもが、その全ての人が高齢者がこれに値するということではないということは皆さんご存知だと思うんですね。一人では避難や避難生活ができない人というのが基本になってますから、全てその高齢者ということではないわけです。高齢者でも運転して自分の食事は作り、自分で布団を敷いて寝ることができる、お風呂にも入れることができるということは、こういう対象にはしなくてもいいのではないかなというふうに私は思います。ですから、手上げの時点でですね、自分は高齢者だけど自分のことは自分でやれるからいいよという方についてはならないかなというふうな思いがあるんですけれども、じゃあ、例えば避難準備情報が豪雨の時にね、出るわけですね。と、地域の方で、じゃあ誰をですね、この方々をどのように避難をさせたらいいかということが今、問題になっていると思うんです。ですね。で、これもですね、事前に取り組む必要があるんですよ。じゃあどういうふうに取り組む必要があるかということを申し上げるんですが、まずは、これ三位一体これに出てきてるかな、後で出てくると思うんですが、三者協定というのは、三者協定、一つはですね、自治会町内会ですね、地区ですね、それからもう一つが、
地域包括支援センター、そして高齢者施設です、福祉施設ですね、福祉避難所ですとか、そういうところですね、学校の中にある、この3つが協議を事前に行うことが必要だよというふうに私は申し上げています。優先順位を決めることができる、その3つが集まって話し合いをすれば、なぜかというと優先順位ですから、その等級があるわけですね、障害者高齢者にも介護認定ですとか、そのことがやっぱり個人情報ですから、なかなか表に出ないわけです。優先順位が決められないチームなんだということは、その情報は誰が握っているかというと、地域包括支援センターが一番握っている学区で、それからケアマネーですね、ケアマネージャーさんがその情報を使う、その3つがお話し合いをすることによって誰々さんを優先的に避難をさせようかということができるようになってくる。それをしない限りは優先順位はなかなか決めることは難しいと思います。名簿があってもですね、そして、やはり毎年それは更新していかなければいけないと思いますので、毎年そういうその打ち合わせを三者協議をやることによってね、それが可能になってくるんじゃないか。それからもう一つ、じゃあ避難をするときのどうやって避難をさせるかです。優先順位を決めた、これはですね、先ほどの三者協議の中に一つ入っている高齢者施設が大きなものがあるんです。お願いをしたいことがあります。高齢者施設、デイサービス、グループホームには必ず送迎用の車があると思います。ストレッチャーも使える、車椅子も使えるものがある。朝と晩しか使ってないでしょう、朝と晩しか使ってない。協定を結ぶことでいち早く優先順位を決めたところにその車で行っていただいて避難をさせるということができるのではないかというふうに思うんです。これが福祉のものなんですね。ぜひこういうこともあるよということをぜひ知っていただきたいなというふうに思う。考えて行動ですからね、何度も申し上げますけど、考えて浮かんだら行動をまずしてみるということが大事ですから、ぜひこれをお願いしたいな。これは先ほども申し上げましたね、地域全体で行うんだよということです、町内会地域だけでは地域防災ではないんだよということですよ。全てが一気通貫しなければならないということをぜひ、知っていただきたいなということでございます。これが先ほど申し上げた三位一体三協定というものでございまして、地域包括支援センターと施設関係ですね、自治会がこの3つが事前に協議をし優先順位を決めて、そして誰をいち早く避難準備情報が出た時点で避難をさせるかということができるようにするためにはこれが必要だよということです。これの協力がなければ閉鎖的であれば絶対無理です。これはこれの拡充をぜひお願いをしたいというところでございます。高齢化は心配ない、大人目線でなく小中学生高校生が地域の原動力であるということ、時間がちょっとなくなってますのでということなんですが、じゃあ指定避難所の学校職員はどうするか。当然学校職員はですね、避難所は関係しません。これは施設提供です。先生方については、児童生徒の安否確認と災害後の学校の立て直しに全力を尽くすというのが先生方の役割でございました。指定避難所は全て地域住民で行うということが原則でございます。行政については、被害状況の把握に努め、そして復旧復興に全力を努めるのが市の職員、区の職員のやるべき姿でございますので、避難所の方には関わらなくてもいいですよということになっているわけです。ぜひこのところもご理解をしていただきたいなというふうに思います。で、地域防災訓練に必ず学校を巻き込んだ訓練にしていただきたい。そして学校訓練には地域が参加できるような体制も取っていただきたいということをぜひ申し上げたい。おのおのではなくて全てが一体であるということが重要でございますということでございます。これはですね、土曜日なんです。朝7時半です。地域と中学生が一緒に防災訓練をするですね。
学校7時半ですから学校にまだ出る前です。そろそろ学校に行こうかという準備をしている子どもたちが地震になった時にどうするかと、ちゃんとこうやって一時避難場所に公園が集まってくるんですね。で、集まってきて何をするかと、地域の人と中学生が、地域を回ったわけです。で、怪我人がいないか、火災が発生してないか、閉じ込められている人がいないかを確認する。もうこの時すでに働いている方、パートアルバイトをされている方は朝7時半ですと通勤に向かっている最中ですからいないわけです。いたのは働いてない方、高齢者と小中学生しかいないわけですから。そして、ここで中学生がこうやって地域の人に報告をするという内容ですね。こういうことをやはり進めていかないと災害は乗り切れないということになります。ちょっとここは飛ばしますか。で、東日本大震災、ですね、私たちの、これ、太白区という区があるんですが、人口は23万、そして、避難所の世帯、避難所の数が44ありましたが、当時33が避難所として開設されました。最大、太白区では1万9611人が、避難をしてきたということになります。一番長いところで22日間、私たちのところでは17日間でございました。死者は52人ですが、太白区というところは沿岸部に面しておりません。内陸でございます。東北自動車道を挟んで、内陸の方になっておりますけれども、これはほとんどが津波で、亡くなっております。で、なぜ津波で関係ない地域で亡くなっているか、津波沿岸地域にお仕事で行っていてないかということの人数でございます。で、被害状況でございますが、電気、停電ですね、これは全世帯で約5日間で復旧しました。早かったです。そしてガスにつきましては、やはりこれは時間かかりました。3週間から4週間、かかりましてね、うちの地域はプロパンガスは一切ございませんので、都市ガスになります。それの復旧で3、4週間で、水道については2週間の監視ということでございました。全てうまくいきましたね。訓練通り、まさしくその事前に取り組んできたことが全てうまくいったいう流れになっております。地震発生、一時避難場所、指定避難所と日頃の備えた訓練が成功したわけでございます。じゃあどういうふうなことになったかと、これが私たちの一時避難場所、揺れが収まってから約1時間後ぐらいの写真でございます。当時の皆さん、ここをちょっとご覧いただきたいんですが、3つのこのオレンジ色の本がありますね。先ほどの防災料金の中で炊き出し料金で薪を備蓄してたというと、これを段代わりにしておりましてね、当時揺れが収まった後吹雪になりまして、その日3日間ぐらいは避難所も氷点下でございました。ダウンということです。で、実はですね、ここにすごいことが2つ起こった。私たちがやってきてよかったなとその時つくづく思いました。ここにですね、ちょっと見づらいんですが、小学校の、ね、低学年の女子児童が1人いるんですよ。これ1人で避難してきた。お家の方はお仕事でいないんですよ。お仕事で学校、小学校のすぐそばの子なんですけど、ドアを開けた瞬間に避難した。そして地域の人がここに集合するということはこの子は知ってた。なぜ知ってたか、先ほど申し上げましたね、子ども会や親父の会を通じて毎年地域はどういう動きをするか、何をするかを勉強会で子どもたちに防災教育をしてたということ、それがまさしく成功したわけですね。で、ここにですね、もう一つある。中学生8人が走ってきたんです。避難所の準備ができたので避難してきてくださいと私たちを呼びに来たんです。これも先ほど訓練やったやつありましたね。朝7時半に中学生が地域の方と訓練やりましたねって、8人がちゃんと私たちを避難所ができたということを連絡にしてくれて、私たちは避難所に行ってみました。体育館は、ね、使えなかったんです。実は3月12日が卒業式で椅子が全部並べてあった、まあ、片付ければ使えるんですけれども、
ども、それだけじゃなかったんです。ここは建てて20年しか経ってない中学校の体育館があるんですが、バスケットボールがワイヤーで吊られているんです。で、それを止めるですね、こういう太いですね、ボルトが3本下に落ちてたんです。で、校長先生がそれを見てですね、余震でもしこのバスケットボールが落ちたならば、下積みになったら大変なことになるから、体育館は使用できないようにしましたということになりました。それがやはりその点検証に基づいて施設長が点検をするというところにメリットがあったわけですね。そしてこれは武道場なんです。剣道柔道する子どもたちがそこを開放する。で、ここは普段はどういうことに使うかというと遺体安置場所になってたんです。計画では。そこをまず使うということになりました。そこにですね、柔道の畳を一面に中学生が引いてくれてたんですね。で、足りないところには体育用のマットを持ち出してきて引いてくれた。そして私たちをそれができてから呼びに来たんですよ。だからまさしくその訓練通りなんです。全部やっていくことが。で、登校機もあって発電機もあって高校と避難所が電気がつくことができた。高齢化は心配ないよと、ね、皆さん高齢化高齢化といって高齢化におんぶに抱っこしちゃってる部分があるんです。大人目線ではなくということを私申し上げました。これは避難所での中学生の書き出しの風景です。これは訓練ではありません。実際の写真でございます。さまざまな必要なことが出てきました。私は17日間責任者をしておりましたから、避難所の方で。じゃあこれをですね、中学生に書いて貼ってもらおうと、掲示板を作ってもらおうという考えを出しまして、中学生にお願いをしました。さすが中学生だなと私は思いました。もしその必要なことを大人の方にお願いしたとすれば、模造紙にですね、黒のマジック一色で書こうとすると思います。中学生だからこそこうやって絵を描き、丸をつけ色を変えて分かりやすいように書いてくれた。これが中学生の仕事なんですね。大人ではなかなか真似ができないものでございます。分かりやすく、要点だけを伝えるということになります。校長先生、教頭先生がおります。多分この日はですね、カレーライスの日だったと思います。実はあの大規模災害で、これ本当に私たちは他の避難所から比べたら申し訳ないっていう思いはあるんですけど、3月12日の夕食は牛肉入りのカレーだったんです。なぜ3月12日次の日牛肉入りのカレーが食べられたかなんです。これは私が責任者の時に3月12日の朝皆さんにお願いをしたんです。避難者に一度家に2人1組で戻っていただいて、そして冷蔵庫にあるもの、自宅に置いてある食べられるものは全て避難所に持ち込んでくださいというお願いをしたんです。長期戦になるということを分かってましたから、もう電気が止まってます。生物は腐り始める。そういうような無駄は起こしたくない。食べられるものがあるのであれば、救援物資もいつ来るか分からないという中で、自宅にあるものは全て持ってきてください。缶詰でも何でもいいです。とにかく食べられる、調理できれば食べられるものでもいいですから持ってきてください。そして持ってきたやつを炊き出しグループにボーンと預けたんです。これでメニュー作ってください。そしたらやっぱり牛肉もあれば豚肉もあれば鶏肉もありました。人参、じゃがいも、キャベツ、野菜、何でもありました。カレー粉もありました。シチューの素もありました。缶詰もありました。それを使って炊き出しグループが、賞味期限の古いものから調理をしていくということになったので、カレーが食べられたわけですね。レトルトなどは使わなくてもよかったわけです。このようなことが実際にできたということでございます。食事ができますと、校長先生、教頭先生、それから職員の学校職員の方々を職員室呼びに行きましてね、炊き出しができましたので食べに来てくださいと呼びに行ったわけですね。で、避難所は生活の場所ですから、私が小学生に集積場を作ってくれと頼みました。分別をやっぱりしなければいけません。ですから小学生は、このように自分たちで考えて作ってくれたんです。私細かく言いませんでした。
集積所作ってねって言っただけです。そしてこのように実際に作っていただいたんです。これも訓練でありません、実際の写真です。ちょっと見づらいんですけれども、新聞を一面に貼ってあります。これも中学生の提案なんです。大規模災害になると各家庭には新聞が配達されません。避難所に、ごく少量の部数だけしか来ません。それを大事ですから私が保管しておりました。そして見る方はこちらに来て見てってくださいということをお願いしたんです。そうしましたら中学生が来ましてね、吉田さん新聞ちょうだいって言うから、いやあげられないからここで見てみなさい、いや見るんじゃなくて貼りたいと思うんです、そうすれば誰でもが自由に見れるので、と。あ、なるほどと思いまして私中学生に一部差し上げたんです。そしたらその中学生が、吉田さん一部じゃダメですよ、同じものを二部ください、表貼ったら裏見えないです。あ、なるほどと思いまして毎日二部中学生に差し上げましたら、ずっと毎日貼ってもらいました。四年生でも役割ようになっていたんです。掲示板ですね、すべて紙媒体でさまざまな情報が来るわけです。避難所の方にはその紙媒体をきちっと分けてですね、掲示していかなきゃいけないんですよ、皆さんに見ていただくために。それを小学校4年生がみんなやっててくれたんですね。これが最初の方で、だんだん増えてきますとこのような形になってくるんですけれども、増えていったところですね、はい。で、救援物資が届くようになりました。そうしますとね、自衛隊の大型トラックが来るんですけれども、2人しか来ないんですよ。ドライバーさんと助手とね、ドライバーさんは、ね、運転席から降りません。で、助手の方が降りてきてですね、荷台に上がります。私たちは荷台に上がることはできませんので、そこから降ろすのを手伝うだけです。で、下に降ろして終わりですぐ帰ってしまうわけですね。次の避難所に行くわけですけれども、1日1回しか来ないんですけれどもね、そうするとね、小学生がちゃんと待ってましてね、トラックが見えます。で、自衛隊の方からいただいたやつを、まあ、降ろしたやつをですね、体育館の中に運び入れなければいけない、さまざまなものが来る、何が来るかは来てみないとわからないという現状でございます。で、こうやって来るとですね、種類別に全部分けなきゃいけないんですよ。食品ですとか家庭用品ですとかいろいろ来るわけですね。でね、運び入れるだけじゃないんです、台帳を作らなきゃいけないんです。何が何個入りが何ピース来ているのかという台帳を作るんです、全て。そしてプラスマイナスしていくわけです。減るものもあります、配布すれば。で、また入ってくる、また減る、また増える。台帳を作っていかないと配布ができないんです。全ての平等に配布しなければなりませんから。ですから、その台帳を作るのは全て中学生、管理は中学生にしててもらいました。小学生がプールの水をバケツで汲んでですね、それをこのポリタンクに入れて、高校生、大学生と地域の方が配達に行くんです。これ下水の方からですね、水を流していいよという了解が出るんですね。そうすると水が自由に流せるんですが、断水してるわけですよ、水道の方が遅いですから。そうするとですね、マンションなどエレベーター止まってしまう、電気が開通しないとか。そしたらば、その小学生がプールの水をバケツで汲んでポリタンクに入れたやつを、高校生、大学生がね、非常階段を登って18階とか20階に上がっていくんです。地域の方は無理です。18キロ20キロのポリタンク持って18階20階まで上がる、上がったら降りてきませんよ。でね、高校生、大学生のその配達の仕方を見てたらすごいですね。2人1組なんです。1人が持って例えば5階ぐらいまで上がりますね。で、もう1人は何も持たないで5階まで一緒に上がるんです。そしたらその5階から今度交代するんですよ。そういうふうに連携するんですね。これはね、私もね、なるほどと思いました。だから本当にね、小学生が汲んだ水を高校生、大学生が連携プレーで運ぶという、この凄さというのは本当に私もびっくりしました。で、これはやっぱり経験しできたことですよね。これは毎日の掃除があるわけですね。柔道の畳を拭いてもらってますが、これ皆さんちょっと見ていただきたい。感じたことございませんか。10年前ですよ、今から。全員マスクしてませんか。10年前です。
10年前に全員マスクしてるんですよ。感染症対策をやってたからですよ、私たちは。だからこういうことがあったんです。このようなことが実際に行われていたということです。17日目に、皆さんで集合写真を撮りました。指定避難所としてですね、17日後に解散という形になります。本当にそれまでやってきたことが全て絵に描いたようにずっと流れていくんです。これはやはり経験した体験したものでないとわからないことだと思います。ですからいろいろな、アドバイザーさんですとか講師の方々いらっしゃいますが、やはりその皆さん見てきたこと、聞いてきたこと、頭の中で考えたことをお話ししているので、なかなかその実際のそのことを経験し体験したものから話を聞いていただくというのがですね、皆さんにはものすごくいいのではないかなと私は思っているんですね。で、まだ時間大丈夫ですかね。はい、経験者としてさまざまな活動をしているんですが、実はこれやってるんです。私、東日本大震災指定避難所再現というんです。これ訓練ではありません。当時私たちが地域で何をしたか、どういうことが行われて、どういう時間列で何があったかを皆さんに体験してもらうんです。実際に行ったことを、その実際に行ったことですから、模索の状態でやるものを訓練するんじゃなくて、実際に行ったことを皆さんに、じゃあどういう形でどういう流れでやったかを体験していただくことができる。これが再現なんですね。これをぜひ皆さんにもうやっていただきたいなというふうに思います。あと教育委員会がやる防災教育、そして機関理科さんがやる防災教育ではなくて、おのおのではなくて、これは地域が全て協力をしてやるということが重要だよ。非行やいじめ、命の大切さにつながっていくんだということ。実はこの防災教育につきましては2つあるんです、大きく分けて。どういうことかというとですね、1つは命を守る防災教育、これが最大重要。その次に命が守られた後に何をしなければいけないかという教育が必要なんです。この2つの教育を同時進行で進めていくことによって、非行やいじめ、命の大切さにも関係してくるのではないかなと私は思っている。実はよく小学生、中学生、小学生など私全国年間約20校から30校、この埼玉県内、埼玉市内でも、7、8校の小学校の防災教室をさせていただいたことが実は過去にあるんですが、登校中、下校中に大きな地震が発生した、どうやって身を守りますかって子どもたちにやってもらうとですね、重いランドセルを頭に乗せてしゃがむんですね。これはね、震度6強の地震を経験してないからわからないと思うんですが、あの体勢はまず無理です。そしてあの体勢は、ランドセルを頭に乗せるという体勢は、震度6強の地震を体験したことのない人が考えたものでございます。私はすぐにこの背負っているものを後ろに手を伸ばして金具を開けていただいて、ランドセルの蓋を頭にかぶせてしゃがむ。頭、首筋、背中、全部がランドセルで覆われますね。ある程度の落下物から身を守るということができるかと思います。それからちょっとここを話したいんで、本当はお話ししたいんですけど、これが小学生だけの総務部、避難所の、これが再現でやったやつですね。総務部、これが受付。で、ここにですね、受付用紙があるんですよ。で、色別になってるんです、実は。地区ごとによって色を変えてるんです。そうすると集計がしやすい。紛らわない。ね、そして市が例えば用意している受付カードっていうのがありますね、よくね。あれはですね、その場では書かせないんです。受付用紙に書かせるのは内容は何かというと、氏名と住所と連絡先と避難者の数だけ入ればいいんです。この4つだけ。そしてその時に、避難者カードを渡すんです。そして後でゆっくり書いて受付に持ってきてくださいということにすればいいわけです。そうしないと、あれだけ細かな避難者カードに記入を受付でさせることによって3密がになってしまい、そしてまた動揺してますから、皆さん大規模災害ですからね、動揺してますので、なかなかそこで間違わないように書くというのは難しいんです。
で、速やかに避難所に入っていただくことを考えれば、その4つだけでいいわけです。で、その時に渡して、後でゆっくり帰って届けてくださいねと言えば、その受付カードと、この受付用紙で、届いたかどうかのチェックができるようになるわけですね。このようなことを小学生、これがやっぱりその何が何ケース、どういうものが何個入りが、どういうものが届いたかというようなことになりますね。避難スペースですね。で、小学生がプールで水を汲むということですね。まあ、これは先ほどお願いをしました。で、皆さんは備蓄の中に避難持ち出し用品の袋、避難持ち出し袋というね、よく玄関先に用意してくださいねっていうふうになってますね。その実は前に使うものがあるんですよ。前に使う防災用品があるんです。これなんです。防災用品6点セットというものなんです。揺れが収まった後すぐに使うものです。靴下、スニーカー、ヘッドライト、懐中電灯ではありません。それから防犯ブザー、笛やホイッスルじゃありません。それから携帯ラジオ、これにはイヤホンを差し込んで巻いておくというラジオ、いやカッパですね、雨具ですね、こういうもの6点をナップザックに入れておくってくださいと。で、靴下はね、片方ずつスニーカーの中に入れておくんです。でね、なぜこれ笛やホイッスルじゃないかって、防犯ブザー、これは電池が切れるまで鳴り続けるということです。例えば自分が怪我をして応援を呼びたい、うちの中で向こう3軒両隣まで聞こえます。これ大音量です。そうするとね、途中で気を失ったって防犯ブザーは鳴り続けてるわけですから、そこに誰かがいるということが分かるわけですね。それから懐中電灯ではなくてヘッドライトですね。避難の時には両手を明かすというのが基本ですから。で、台風や大雨が降っていたって地震は別ですから、来ることだって考えられます。これをナップザックに入れて置く場所が問題なんです。皆さん、押し入れとか玄関先じゃないんです。枕元に置いてください。枕元です。ベッドに寝ている人はベッドの枕元にぶら下げる、そして布団に寝ている人は布団の枕元に置いて寝ていただくんです。夜中に大きな地震が発生した、この間は11時過ぎでございました。寝ている方もおったと思うんですが、停電しなかったらよかったんですね。で、あれが停電してれば部屋の中はもうごちゃごちゃになってた。落ちてるもの、割れてるものがたくさん散乱をしております。知らないでそこを踏んづければ当然足を怪我してしまう。怪我をしないということが前提ですから、布団の上で全て身につけて家の中を歩くことで怪我をしないで済むと。そして避難をするときそのまま、今度は避難袋を背負って避難していただければいいわけですね。ぜひこの防災用品6点セット、一番最初に夜使うものだよということを知っていただき、ベッドや枕元のそば、手の届くところに置いておいていただくということをぜひお願いをしたいというふうに思います。さまざまなことがありました。皆さんにまだまだ伝えたいことが経験者、体験者としてございます。またこの新型コロナウイルスがですね、落ち着きましたら、ぜひ皆さんと今度はお会いしてですね、質疑応答を交えてですね、お話をさせていただきたいというふうに思っております。長時間本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。吉田様、どうもありがとうございました。以上で終了いたします。